はい、こんにちは、かげまるです。今日はスバルインプレッサーのキーに内蔵されているボタン電池を交換してみようの動画レポートです。だいたい2年で1回交換という形みたいな感じで、バッテリーの寿命ですかねという形になっている様子です。これで2回目ですかね。で、ボタン電池の方のもともと入っていた型番の方なんですが、見えますかね。見えにくいですね。見えないですね。CR1620 という型番ですね。ここに書いてあるんですけれども、ちょっとピントが合わない状態で、今日上信電機さんの方で、購入してまいりました。価格の方は255円ですね。Amazon さんの方で購入しようと思ったんですが、ちょっと Amazon さんの方も地震の何で、なんか発送の方がどうたらこうたらとありましたんで、そうですね、近所の上信電機の方で、ゲットしてきた次第でございます。それではちょっと交換してみます。ここのネジで止まっているだけでパカッと取れちゃいます。で、ここに電池を入れればセットアップ完了という形です。このボタン電池をこういう感じでパカッとはめちゃいます。これでいわゆる作業完了ということですね。はい、これで交換完了という形になります。はい、そういたしましたら交換後のリモコンがうまく働くのかどうかですよね。ちょっと試してみようと思います。オープン。あら、